全部先生キャラクターを考えて、うん、考えるわけですよね、名前とか漫画、うん、名前とかその容姿とかこんな感じとか、うん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 、でそれまあ原先生の絵もね素晴らしいですけどね、あれがなきゃダメだね。いや1話見るともうまあ変な話、うん、全然違いますよね。まだ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 だってどうなるか分かんないし、原先生もどうなるか分かんないし、いきなり高校生をこっち変えられてこれでいいのかってもらうだろうし、いやそれはもう試行錯誤でやってる。でも人気出てくるとだん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 ほらこうデフォルメっていいのデフォルメになるじゃないですか。それはもうお互いの世界です。すごい、うん、だからもうヒデブとかさ、はいはいはい、あれはもう原先生が遊んでたから、あれは原先生なんです、あのヒデブ。そうそうヒデブ。あとはなんかこっちもなんかこういろいろこうわざとやってるんだけど、結構もう最終的に僕はアンカーだけどね。ああそっか、あのセリフはあのラオウの最後のあれは俺のセリフです。我が子が一辺の国、あれは俺が書いたの。公開だらけの我が生涯に一辺の国なしは私が書きました。公開だらけの人が出てくる、いや俺だから書けるんだよ、公開だらけだから公開だらけの人からあんな人生歩みたいそういうことです。あじゃあ全部自分の逆逆を言ってで生まれたのはラオウだったんですか。だからあのなんだよあのかっこいい主人公が俺だったって、俺が憧れて俺じゃないじゃん。でもやっぱりその出てくるっていうのはどっかにあなきゃ出てこないですよね。自分がだからこれはかっこいいんだろうなと思ったのを書いてるわけだから、憧れっていうかセリフ一つしてもいい男はこういうセリフ言うだろうなとかって思うわけじゃんか。いやあれは痺れましたよねやっぱね、うん、だからやっぱ先生 の言葉ってストレートじゃないですか、言葉が、うんうんうん、シンプルな言葉で言うから、うんうん、で余計に刺さるんでしょうね。漫画って、ま、映画もそうだろうけど多分余計なものをつけちゃうとつまんない、うん、だからなんかな、うん、本当に、うん、いかに的確に短い言葉で言うか、うん、だってチンピラほどペラペラ喋るでしょ。確かに。だから高倉健は喋んないじゃん、うん、ってことなの、うん、だからワンフレーズだけでポンポンポンっていく形が一番かっこいいわけだからさ、うんうん、ちょっと飲み屋行って俺みたいにペラ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 喋ってるのダメなんだよ。いや飲み屋ってみんなペラペラ喋ってますよ。受け狙ってさ滑ってばっかりで持てやしないって滑り倒して圧倒的に男子だね俺の漫画ね。いやだって北斗の拳嫌いって男子ほとんどいないじゃないですか。まあまあいるかもしれないけど嫌いなのはいないだろうね。嫌いなのはいない。だから先生が言ってその自分の理想をこう絵にして、まあ、まあまさにそれ現れたって感じですよ、ね、いちいちかっこいいんじゃない、出てくる悪役も含めてね。そうでちゃんとこう、そのなんていうか後付けにしろ、そこに実はその裏にこう歴史があったりなぜこうなってるかっていうのはありますよね、うん。本当に後付けなんですか。後付けでそれすごいですよね。すごい、いやすごいね、その後付け感。いやそれはもう本当になんだ自分でも天才かなと思うだってあれあのケンシロウ主人公が7つの、ね、傷あるって、これ最初にファッションでとりあえずつけといて、であとから芯がこうやってあれやった時に俺は天才と思ったもん。すっげえと思ったもん自分で。いやでもなんかすごく親近感というか嬉しいですね、そういうこう、いややはり人間が作っているんだなというか、うん、その作品っていうのが逆にこう、うん、なんかすごい作品だ、はい、いやでも本当そんなもん偶然から生まれたっていうか。でもあの傷つけといてって言って、うん、
はまあ言うかもしれないけど、うんうん、これでやるっていうのはやっぱりだから途中だからなんでつけてるか困った時にあ、傷あるなって自信がつけようって言った時にさすがに俺は天才と思ったの出勤と思ったの辻褄が合う瞬間みたいななおかつ俺を愛してるって言えっていうあの言った時にうわ俺すげえなと思ってこんな人間信用しちゃいけないなと思ったのそれが思いつく瞬間というかそう、うん、あそうしようと思う瞬間というのはどういうなんか時間とか空間だったいやー分かんない突然来るのよね飲み屋っていう、こうしようっていうどっかで考えてる時にあこれだっていう例えばだからあの時はだから真の残酷さただ連れて逃げるだけじゃつまんないってでそのなんだケンシロウのまだ弱い時代のそれをまだ書きたいっていうのがあってでそうするとなんかこううまくはまったっていう、あれはやっぱりそのケンシロウ自体が成長していくっていうのがやっぱりねそうそうそうだから最初はもう本当に真にやられて、うん、女を追いかける情けない男なんですよでそれがだん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 強くなってるみたいな話だから主人公が成長していくんだよ。そこがやっぱりさ、いきなりスーパーヒーローじゃないからさ。だって最初に水って倒れてる。そうそうそう。ね、3回目に何で旅してるんだって話だから。それでそこからも始まってる。それで女を追いかけてるって言って、その後にユリアとシンが出てくるわけだから。で、女連れて逃げられた。じゃあ何があったんだっていうところで、そういうひどい過去があったって傷だっていうんで、うまくつなげていくと。ああいう話になるんです。すごい。だから例えば俺が悪いことして、うん、警察捕まって、うん、お前さんがノードになるよ。俺が言い訳するから。どこまで信用していいんだこいつは。もうアンソニー・ホプキンス、羊たちの沈黙の時。まあでもラオウもそうだけどやっぱあとトキのねあのなんかこう静かなカモメの感じと、バランスがやっぱすごい、ね。いやそれだってほらそのテクニックじゃん。だってラオウの強いのと、インテリジェンス系の、まあでもトキと強いです。で、あとジャギっていう俺の分身みたいな。勝てばならない。あれ、イメージの共有っていうのはどういうふうにこう、このこういうキャラクターとかをビジュアルにするときって、うん、お互いの頭にあるものはどういうふうにこう、こう、あそうそうこうだったっていうふうに。やっぱり、なんだろうね、主人公を立たせるための、あの作り方だから、ビジュアル、はい、だからジャギに関しては、もうとりあえずそのコンプレックス、優秀な弟に対するお兄ちゃんっていう、でそれをやるって、あとトキっていうのは、もうこう、なんだ、人のためにだから、あのいわゆるみんなを助けるために、自分が外へ出て、原爆をかぶったって形をするとか。ラオウの場合は強い、強いがために、暴力で抑えなきゃダメだっていう。全部理屈がちゃんとそれぞれあるんですよね。整えて、そういうストーリーを話していくと。そうそうそう、だから、最初は剣王ラオウっていうのは、ただ強いだけなんだけど、いや、力による統治っていう、そのいわゆる、今だけは力がないと抑えられないっていう一つの正義。それがうまいこと。必要、必要悪ですよね。転がっていくっていう。それでうまく描けたなって。いや、あれは見事だったな、俺好きなシーンだと、虎のシーンですよ。ああ、もう化けてる。ラオが来ると虎がこう、ビビっちゃうみたいな。だけど、ケンシロウが言ったらスーッとこう、おとなしくなるね。それ俺前言ったよな。今の話はですね、多分自分の話につなげたかったようで。そうじゃねえよ、バカお前。それね、ミュージカルってちゃんとそのシーンあるんですよ。だってやっぱりね、お前俺の話につなげたいんじゃないんだよ。大事なシーンだから言ってんだよ。すいません、ついついなんか。いや、前にね、ずいぶん前の YouTube のシーン、回で、俺は動物園行ったの、子供連れて。行ったら、メスライオンが、本当に子猫のようにゴロニャンしてきちゃうんだよ。もうブワーって向こうから来て。もしあった映像で盛りっていうか、それを俺は、お前北斗の拳知ってるかと、こういうシーンがあるんだって。すごいな。
ライオンまで発動させちゃった。あれでもすごいだね本当に、はい、本当なんですよ。本当に向こうからメスライン遠くから来て、俺目の前でボーッボーッボーッつって踊ったなんて、何が怖いんですか。周りいた他の客はえどうしたのどうしたのと、すごいな、あのライオンどうしたの。そうか、メスライオンを発動させた男。あ、変わっちゃいましたふんどしからね、ふんどしだぐらいでいきましょうまだメスライオン発情じゃなくていやいやいやあったのだって、あ確かに、だかあれは実はあの時にこのシあのシーンを思い出したんだけど、言ってましたね。ケンシロウ俺の場合は寄ってくるけど美味しそうだな、バクッと美味しそうに見えないじゃないですか。すいませんそれ失礼なんですか美味しそうに見えた方がいいんですよ加えたくないな。まあね、うん、まあじゃあ、うん、今日はいろいろとお疲れ様でした。っていうかまた行くだね、どっかでね、やりたいですね。ちょっとその映画の話、ね、すごい引っかかってるんですけど、沢井さん抜きでね、あの人これぐちゃぐちゃになるこの間も言ってたんですけど YouTube 見てたんだよ。あんた呼んでないな俺と先生言ったらすごくなるの分かってるから呼ばないんだよ。これで見てきて、思う、こんな話になると意外に今日はあれでしたね。僕もっと9割霜でやろうかこれか、いやいやいややろうかって腕まくりですけどいやもう使えねえかなと思ってたんだけど、結構いい話だったね、はい、ね、これ、うん、もうちょっと戻す、いやいやさすがっていう、なんかちょっとこんだけ長く付き合わせていただいてて、そんなもんね、ちょっとだけ見直したら、よし。いや、さすが先生って。で、やっぱりね、本人前にしてもやるだけどさ、気取らないでしょこの人。はい。だから大好きだな。まあ大好きって思うでしょ、ね。いや、十分気取ってますよ。そうだ。これ。もう一番最初に会って、じゃあ飯でも食おうって待ち合わせしたのよ。で、やっぱ天下の道場だからさ。なんかだからお抱えの運転手かなんかでドーンと来ると思うじゃん。でどこで待ち合わせしますかって、あじゃあ山手線の改札の出たところで、うん、電車で来るとかいいんだよ。ずっと電車でだからそうず、あ自由学校か、いや違います、どっか恵比寿か、どっか、どっかあるんで、あ会社の近く、店だからご飯食べるか、で駅の前で待ってて、え先生まさか電車で、まあ、どうしようだよ、かっこいいなぁ、なんで当たり前ですよね、うん、いや僕も当たり前なんですけど電車バスバスはちょっと大変だ、いやバスでしょ今度は陸のことだから、いやだからそういうね、なんだろう、全然で逆にちょっとそうじゃない人を来ると我々ちょっと苦手というかね、ねっていうかそこまでこう自分を作らなくていいんじゃないかってどっかあるじゃんか、ありますよ ねだって10分話せばわかるじゃん。そうですよ、ね、だからそれはもうね、どっちみちなんかあ結局俺たちは理工のやつダメなんだよ偏差値30ぐらいですかね40ぐらいだからちょっと使ってるぞ、ね、そこでそこ10個ぐらい上に行かせてくれ、そこだけまあじゃあいいよ、偏差値40のね、プロソンソンすると偏差値30の佐々木映画の回でした。今日は本当先生ありがとうございました。今日は本当にいろいろ素敵な話を聞かせていただきました、ね、ということでまた次回再見。人気あったらシリーズにするからね。そう、まあもうやろう